体も揃ってカラフルな配色をしていますね。数千枚とは異なりますが、再びビルストが相方です。ギガテリ難民とは一体。いや、危ない。何度見ても殺人的な射線です。よしがたい。ビルストを戦線に残してしまいました。なぜこうもたやすく当たるのか。ギャーギャー。展開スト振りに対しては完全に握手でした。悲しい。あ、うわこのざまである。少しでもダメージを。覚醒落ちの危険を感じたので逃げます。やっとダメージを取れました。おつらい。やべえぞ、自分ハオリーだ。一振りの射線が助けてくれました。ありがたいですね。覚醒なくとも9倍で多少はチャンスが作れるのがシャー族です。スゴックディフェンス。なぜよろけないのです。なぜ前降りたら目の前に展開剣トラバが落ちました。戻ってくる前に一振りにスゴックランター。見えませんでした。見えませんでした。ガバガバな射撃はいけない。そうだね。ここでキラが覚醒タイムです。もう止められません。爆速で追う相方を追うトラバ。トラバに運にされる一振り。これが戦争ですか。ブーストのタイミング誤りました。今度こそ食らえ、スゴッキャノン。後ろ得でよかったと思います。はい、一振り撃破によりチャンスが見えてきました。特格が溜まってないので先に救援を優先するパターン。救援できてないですね。一振りが寄ってきてくれました。ありがたい。知らん。バカな。チャンスを生かしきれないだと。諦めるにはまだ早い。くらえ、スゴックファイヤー。なぜ落ちないんです。なぜ？そうなんか当たれー。あ、あと一歩。あと一歩だったのに。すまぬ。すまぬ。ところで何この画面。トラバの撃墜チームだと。コンマ数秒のところで撃破してくれたようです。ありがとう、ギガデリ難民の人。ありがとう。難民の人が敵になりました。これが戦争ですね。悲しいシステムだ。これはこれでしっかりやることにします。飛行機には戦車を、熱烈な戦車を。まるで当たらんではないか。ぐはぁ、ナイス。ぐはぁ、ひどい目にあった。このあっさい狙いでいいのかな。ちょっと攻めてみよう。くらえ。爆風が当たりました。やったぜ。ビルストの CS は誘導高くて苦手です。転がり圧倒が当たりやすぎる。うおー、圧倒を牽制しつつ味方と合流しに行きます。うおー、すごく当たりませんでした。背中がガラ空き。ちょっと待って、やめて。迎撃されました。危険なので寝ます。あの技はフィールドに残るんだったか。どうだったか。ビルストが背負いものを外しました。覚醒まで若干足りない。たまりました。ここらでダメージを稼いでおきたいところ。ビルストが気になる。横からでーの誘導バズがアッパイにヒットしました。ラビーネが落ちました。コスト的にはいいと思います。ビルストを狙うべきか。
圧倒を2回落とすべきか。あやう。この射角で当たるとは。ラビン目が少し削れてますが結構大丈夫な感じです。惜しい。ここでアッパイが覚醒を吐きます。ダウンで覚醒時間を阻害。味方と一緒に狙った方が良さそうです。決める。熱いコマンドミス。くらえ、気温の拳。勝ちました。飛行機といえども当たらない時は当たりませんね。昨日の敵は今日の友。回り回ってビルストが再び味方です。相手はエピオンとサバーニャ。コスト的には事故ですが、なかなかどうして強烈な組み合わせです。サバーニャを得る腕がないので二人並んでエピオンを迎撃したい所存。バックを皮切りに蹴りを叩き込む。迂闊に足を止めて。いい感じに迎撃できてますね。良いぞ。エピオンはビルストが気になるようです。シールドを張ったからって。うわ怖い。ここまで奇跡的にノーダメ運用です。楽しい。裏を返せば相方にいろいろ押し付けていることになりますね。システムと覚醒の重ねがけ、恐ろしい。とあああ、あのエピオン、こちらのズゴックを嫌ってる可能性がありますね。ホーミングダッシュ連射でスパー回し抜ことを知られてはいけない。やはりビルストが狙われます。その隙を狙う。タイミング完璧かよ。クソア。ビームのアニメをかいくぐります。ここでサバーニャの X 戦と確定。来るかエピオン。勝ちました。味方のビルストが押し切りフィニッシュです。ノーダメで乗り切ることができました。ありがとうガンプラファイターの人。